日は上田さんに、ここジーマミ豆腐の、専門店なんですよね。浦添市のこっち美術館ですか、美術館の真ん前になりますね。はい、今日はぜひとも紹介したいということで伺いました。すごいですね、なんかここでね、こういう 手作りですね、作ってるんですよね。あ、ここのご主人の奥様のそばに来てるんで、ちょっと聞いてみたいと思います。ここ創業何年ぐらいですか？創業、自宅で始めてからは9年。あ、自宅で始めて9年で、はいはい、ここ店舗にしてからは4年ですね。4年、はい、内地の方にもなんか送ってるんですか？はい、全国発送。あ、全国発送で、はい、こちなみにこのジーマミ豆腐っていうのは、はい、沖縄のいつ頃からのあれですかね、このこう作られたってかなり古いですよね。そうですね、詳しくはないんですけども、琉球王朝時代の宮廷菓子としてっていうことは、はい、じゃあもう食の文化ですね、そうですね、はい、それを今発送、全国に発送してるってことですね。はい、はい、本当は持ち帰りする予定のジーマミ豆腐をちょっと私が味見をしたいということでちょっと紹介します。これは白い普通のプレーンですね。じゃあちょっと食べた、まあ、食べてるからね、美味しいんですよね。これが一番なんかいいですよね。どうですか、美味しい、じゃあ上田さんがおすすめということで、これ黒糖、そうです、ね、デザートです。デザートなんだこの この味は沖縄ですね、じゃあ黒糖、はい、あー、うん、そんなことではまさかないです。なるほど、ジーマミ豆腐ってこう変化するよね。うまいですね、マサイディーなる。あ、本当だでしょ、うん、うん、最高ですよ。うまいな、うん、